はい。メンズエステ店長の山田久太郎でございます。えっ、ー、と、初めてのメンズエステ運営ということで、えー、ようやく、えー、スライド作りましてですね、えーで初あのま、初期費用編ということで、この間余計な話しちゃったからあの音声は下げますので、えー、その代わりで,ですからね、もう一度聞いてる方は聞く必要ないかなっていうところでございます。で、メンズエステの、えー、授業の案内。 お仕事案内ですね。オーナーさんになりませんか店長さんになりませんかというような案内ですが、ね、<laughs> えー、よく考えてみてください。うん、あなた、他にやるべき仕事があるかもしれませんぜ。うん、よく考えたら、やりたいことあるんじゃない <laughs> 僕はね、あの、僕がわかる範囲で何でも、 教えさせていただきますけれども、まず、あなたの、あなたがやるべき仕事かどうか、ね、よく考えてみてください。ね <laughs> うんこれでサクサクいこうね。真剣に考えれば、何をやるべきか、自分がね、何をやるべきか、えー、見えてくるかもしれません。うん真剣に考えたらね。 今の仕事を続けた方がいいかもしれないしまた今の仕事がどうしてもまあ自分のやるべき仕事じゃないと判断するのであれば、えー、メンズエステ選択肢の一つに入るかもしれないけどもっといい仕事もあるかもしれないですようん本当ね何でもやっていい時代だと思うし何でも仕事になる時代だと思うし もっともっと真剣に、まあ僕に言われたくないと思うけど、考えたらいいかもよ。うん。決して、あの前にも言いましたけど、万人におすすめできる仕事ではないと思ってます。いろんな理由でね。<laughs> それ聞きたかったらお話し,しますけど、えー、コメント欄とか、えー、直接ツイッターとか、えー、店にメールでもいいので、えー、聞いていただければと思うんですが、うん。 あなたもっとね、なんか魅力、なんつうのかな、能力ご自身の能力があると思うので、うん、それに気づいたらというかやあの、その能力を生かした仕事をしたらいいと思うけどね。うん、で、おすすめできるのは、えー、何度か言いましたが、この授業をね、メッセー授業をおすすめできるのは、えー、もうすでに何度か言いましたけども、えー、以前の僕みたいに、 ねえー、今の状態から抜け出したいけど何をし,したらいいか自分,自分では分からないアホな方やもっとひどい廃人もう生きてる価値ないような人、うん、以前の僕みたいにねそんな方にだったら教えたいですなそんな方に教えたいうん もう何もやる、やるのが想像つかない時ってあるじゃないですか。もう、なんていうのか、思考がプラスにいかないとかね。例えば。うん、あとはもう何をやったらいいかわかんないって。で、このままではまずいだろうけど、うん、何かヒントをもらえなきゃわかんないような方とか、あとはもう廃人ですよね。もういつ死のうかみたいな。<laughs> あそういう人なんかはいいよ、この仕事。すごくいいと思う。うん。 でね、えー、なんて、まあ、これ僕の主観というかね、今最近考えてることなんですけど、えー、経済力って、えー、大事じゃないですか。お金って。稼ぐ、稼ぐ能力とかさ、えー、経済力持ってた方がいいじゃん。うん。この資本主義社会、社会でね。うん。すごくやっぱり大事なものであったですけども、お、なんか感覚としては、 もう10年や20年先っていうのは、もう経済力ってそんな大事じゃない時代が来るような気がするんですよね。うん。経済力じゃなくなってくると思う。これは僕のお考えであり、甘いよって思うかもしれないし、それでも経済力は大事だよってなるかもしれないけど、今ほど、または、えー、ちょっと前、10年、20年前ほど、経済力が大事だっていう時代じゃなくなるような、 気がするから、そう考えると、メンズエスの仕事ちょうどいいかもしれません。うん。そんなにね、たくさん稼げる仕事とかではないし、うん。儲かる仕事とか、楽して儲かる仕事とかでは全然ないので、うん。でもね、そういう、あの、自分で仕事考えられない方とか、廃人のような方が、大切なことを、 学べるお仕事なんです、ね、大切なことねあのどうやって生き,た生きていったらいいかとかどういう生き方がいいのかとかいろんな方と関わるじゃないですかセラピストさんそしてお客様でいろんな方のなんかその人間模様というかね、えー、見させていただけたりするし、うん、教えてもらうこともたくさんあるしね、えー、セラピストさん僕なんかは、まあ、一応 係としては役割分担としては上司みたいな感じかもしれないですけどセラピストさんから教えてもらうこともたくさんあるしお客様から学ばせていただくこともたくさんあるしね本当にねあの性性ってあのエッチな意味の性じゃないですよ性別の性じゃなくて生きるっていう,うことうに関して学べるお仕事なんですよねうんで あとは、まあ、人に尽くしたいとかね、役に立ちたいとか、そういう思いがある方は、あのー、ぜひやったらいいと思うし、えー、そういう方限定でね、俳人である方とか、えー、人に尽くしたい、誰かの役に立ちたいんだっていう方がいれば聞いていただければと思います。前置き長いね。こっからもう一気にいきます <laughs>、えー。初期費用は200万から250万ご用意してください。借金でもいいし、えー、貯金があるなら貯金を使いましょう。え で、えー、内訳は、一部屋50万程度。これ、この間の話と重複しますけども、50万程度。えーえー、不動産屋さんに払う初期費用ですよね。だいたい30万円ぐらいです。うん、30までお釣り来るかもしれないけど、それなりのね、築浅の物件にしなきゃいけないしね、うーりサロンなんかもう、老朽化してきてますけどね、引っ越すに引っ越せないもんね困ったもんですけども。で、 あと家具、家電で20万ぐらい。えー、なので、えー、洗濯機、乾燥機、ソファ、テーブルあたりが大物ですよね。あとは小物、照明類とか、いろいろでだいたい20万ぐらいじゃないですか。か合わせて50万でしょ。1部屋50万。で、僕の場合はサロン2部屋借りて、事務所兼、住居兼、で、まあ、えー、研修所というかね。 えー、エクストラサロン。えっ、ー、と、何て呼んでたんだっけ事務所サロンって呼んでたんですけど、部屋が足りない時に開放するサロン。これは一部屋。なので、えー、トータル3部屋。えー、部屋だけでだいたい150万かかったっていう感じでございます。で、プラス、残りの50万は、備品類。オイルだったり、タオルだったり、制服だったり、もろもろい、いろいろかかりますよ。これは。 うん、オイル、タオル、制服、あと何がかかるいろいろですよね、うん。液体類とかそういうやつとかね、シャンプー、石鹸とか、えー、それとか、あとネット関係、宣伝関係、広告宣伝費ですね、の初期費用、ホームページ作成費用とかね、それで合わせて50万、トータル200万って感じでございます。で えー、あとね、車持ってたらもう、そのオーナーさん、店長さんの車使いましょう。余計な経費かける必要ない。うん。出張送迎とかやった方がいいですよ。出張やった方がいいですよ。うん。だけど、えー、車持ってなのはその車使う。車持ってない、僕みたいに持ってなければ、まあ30万ぐらいじゃないですか。一番安い車買って。うん。えー、ですので、だいたいまあ200万から250万ぐらい。<laughs> うん。かけすぎもっと安く。 いいとこもあると思うけどもっと金かけてるとこもあると思う、うん。で、立ち上げられるかなっていうところでございます。えー、人生があー200万か250万で変わるならやってもいいんじゃないのってね、思います。僕は何としてでも抜け出したかったんですよ。抜け出すつもりでもいたし。 そろそろ抜け出そうと思ってたし、えー、何かチャンスがあったらやっていや、まあ、どんなことでもやってみようと思っていた。えー、だから200万とか250万っていうのは、えー、そんなに高い金額ではなかったんですよね。だって人生を変えるためにやってるわけだから。うん、で、結局、えー、人生が変わりました。うん お金はね、そんなにも稼げなかったし、貯金もそんなにできなかったけれども、お金じゃない、経済力で人生が変わったってわけじゃなくて、えー、本当に人生が変わったって感じしますね。明るく、ポジティブ、うん、なんていうのかな。明るい人生、これからの先が見えたって感じ。先が見えないから廃人なんじゃ。うん、でも先が見えたから、僕は人生変わったと思って、よかった、250万です。 借金しましまたけどね1年ぐらいで返しましたし、それで人生変えられた。だ労働力は提供し続けてますよ。うん。でもそれで人生変えられたのか,から良かったなと思ってます。だって、どうせ廃人だったんだから。あなたも廃人だったりするわけじゃん。失礼なこと言ってるけど。廃人じゃない方はやることないと思うよ。免税して。うん。だどうせ廃人だったから、僕はやってみて良かったと思います。うん。とにかくね、学べた。その生、生きるっていうことを。 どんな生き方をしていったらいいんだろうということを、えー、まだまだ学び途中ですけれどもあの本当にね学べた変わったうんそこが一番よかやってよかったところかなうーんと思ってます、うん、だって自分がさ自分自己中じゃないですか人間はでも自分が自己中でそれを通してたらあの成り立たないし自己中でありながらやっぱり相手を うん。相手の立場になって物事を考えなきゃいけないし。まあそういうのを、僕店長とセラピストさんとかお客様の関係でも学べるし、セラピストさんを輝かせようとしたら、そのセラピストさんはどういう生き方をしていった方がいいかって考えるじゃん。そしたら、それがまた自分の思考になって生き方は本当学べるよね。うん。だから最近 YouTube で上げてるのも、あれはない頭使って、何がいいだろう。セラピストさんかやがやくには、セラピストさんがいい人生を送るには何がいいだろうと、 考えまくって出してる YouTube じゃないですか。それって自分で学んでることじゃないですか。そう考えるとね、本当生き方とか、その性、性って、性別の性じゃない、生きるって意味が学べるからやってよかったと思います。あとは、もうこれが一番かな。優しい方たちの中に身を置けてるという。これね、癒やしでしょね優しさで溢れてるんですよ、愛で。 だ愛に飢えてる方、ね。いるでしょ聞いてる方で、メンズエストや,りやってみようと思ってて、愛に飢えてる方、最高よ。優しさで、セラピストさんはお客様を愛そうとするし、お客様はセラピストさんを愛してくれようとするし、ね。で、メンズエストの店長さん、僕なんかは、やっぱり従業員の方、セラピストさんをたくさん愛そうとするじゃないですか。愛で溢れてるんですよね、なんかね。うん。しかもね、愛で飢えてるからこそ、 ーそういうとこに身を受けてんのが幸せかもしれないですよね。だから愛に飢えてる方たくさん愛したい方ねもっともっと愛したいでしょ、人を、うん。僕はそう思ってましたよ。いろんな人をたくさんなんか愛したいと思ってましたよ。うん、でも愛せないよって思ってましたよ。うん、愛す手段も想像つかないぐらいな廃人レベルでしたからね。 たたった一人ででも愛せばいいいいの YouTube なんかはいいですけど、ね、あ、まあそれはちょっと余談なので置いときますけども。うん、なのでね、あなた、俳人のような、自分であの次の人生を見いだせないような真っ暗闇にいるあなたなんかに、えー、教えてあげたいし、優しい方たちの中に身を置けるから、自分の心も満たされる。 そして、まあ、感謝ですな。やらせていただいてて、僕は本当に感謝しております。えー、なので、あの、儲かりはしないけど、でも、人生は変わったかなって思います。いろんな方と出会って、えー、本当に楽しい、えー、充実した免税、えー、してライフ、ね、送らせていただいております、えー。ですので、そういう方にはいくらでもお教えしますので、えー、ぜひご相談いただければと思います。では、失礼いたします。